はい、皆さんこんばんは、こんにちは。最後なんですけど、2つに分かれていて、今日 RDF の作り方からスパークル検索まで座学をしてもらいましたが、結構今実地で RDF を作られている方が多数参加されているという印象がありますので、自分のマシーン、パソコンでトリプルストアを動かせるようにするところと、それを使ったアプリケーション開発っていうところをできるところまでやっていこうと思っています。ちょっと、インストールとか作業してもらいますので、ハードコアな部分があるかと思いますけど、できるだけ試してみてください。で、難しいなと思う方は、画面の方を見ながら、資料も全部公開していますので、眺めていただくという形でも全く問題はありません。で、1個目の資料がこれなんですが、はい。これをプレゼンテーションモードっていうのかな。おいです。はい。RDF を格納してスパークル検索をかけるためのデータベースを、3つ組 SPO のトリプルを、格納するためトリプルストアと呼んでいます。で、トリプルストアいろいろ商用のものとか無料のものとかあるんですけど、皆さん広く使っているのが現状バーチョーソというものになるので、それの紹介をしていきます。で、なぜ自分のパソコンにそれを入れなければいけないかっていうと、やっぱり最終的には皆さんのデータを公開するために RDF を作っていると思うんですね。なので、まず自分の環境で試して使えるのかどうか、エラーがないかとか試してみたり、していただくっていうのが良くて、で、そうすることによって自分のデータの使いにくさに気がついて、また RDF のクオリティが上がっていくっていう面もあります。で、そういうサンドバッグとしてですね、自分のパソコンや自分のサーバーに、トリプルストアが入っているっていうのはいいことかなと思います。はい。で、インストールなんですけど、この下にダーッといろいろOS 別に書きましたが、長くて読みたくない人用の Too Long Don't Read ってやつがあります。基本的にはバーチョーソの GitHub レポジトリにバイナリーパッケージが提供されていますので、Mac の人はクリックしてダウンロードしてきてドラッグ。Windows の人は EXEC ファイルをクリックしてインストーラーが立ち上がるので、黙って全部イエス。で、Linux の人はターボールで展開するだけで、置きたいディレクトに置くと。そんな感じになってます。で、起動すると、自分のコンピューターですね、ローカルホストの8890番っていうポートでバーチョーソが起動していて、そこに管理画面があって、それからスパークル検索ができる画面があります。ただ、公開用に本格的に運用するためには、パラメータをいくつかチューニングする必要があったり、それから外からのアクセスを便利に使えるようにするためのいくつかちょっとマニアックな設定があります。で、そこら辺の説明が下の方に書いてあります。で、あと、こんなローカルホスト8890のまま外に公開することはできませんので、これを自分の、管理しているドメインの/スパークルとかそういうところで、公開するためには、どうすればいいかと。で、フロントエンドの Apache とか Nginx とかの、HTTPD の管理に関する知識はある程度必要になります。また、あと紹介しますけど、それを安全にさらに効率よく提供するためのスパークルプロキシーみたいなものの利用も検討するといいと思っています。で、実際、トリプルストア自体はスパークル世界標準なんですけど、トリプルストアにデータを入れたり消したり立ち上げたりっていう操作はトリプルストアごとに違います。で、バーチョーソ固有の部分を頑張って覚えるのもいいんですけど、ちょっとマニアックですし、他で潰しが効かない技術ですので、割と簡単にノウハウをまとめたシェルスクリプトを僕が作ってますので、それを紹介して、作業を進めてもらおうと思っています。はい。あともう一つ、うちはもう仮想環境に移行していますっていう方、Docker でもバーチョーソ提供されていて、Docker プルするだけでイメージが手に入ります。僕はちょっとあんまり試してないんですけど、Docker Compose を使って、サーバーを立てながらそこにデータをロードして、で、落ちてもいいように、ローカルディスクの方にデータベースのファイルは永続化するみたいな使い方ができます。はい。講習会のページに貼られているリンクからこのドキュメントに行くんですか？行かないですか？なんか違うものがリンクされている。こことここのつもりなんですけど、あ、そっちか。ここが間違ってる。あ、ごめんなさい。大丈夫ですか？はい。大丈夫そうですよね。はい。んで、これに戻る。はい。じゃあ、Mac の人、どれぐらいいらっしゃいます？6、7割ぐらいですかね。Windows の方、3割ぐらい。Linux の人、5% ぐらいですかね。実は Linux が一番楽なんですけど、まあ、Mac も楽でした。Windows は、僕が持ってないので、ちょっと責任は持てませんけど、できるところまでやってみましょう。はい。まず、バイナリーパッケージのダウンロードですけど、ここのリンクを開いてみてください。これクリックできるのかな？はい。そうするとですね、最新版がこの 7.2.5.1 っていうやつなんですけど、ここにパッケージが並んでます。一番上のが Mac 用。で、2番目のはよくわかりません。3番目のやつが Linux 用で、4番目のやつが、Windows 用になってます。で、あとソースからコンパイルしたい人は、こちらのソースコードをダウンロードしてくればよくて、コンパイル方法は、この資料には書いてあります。今日はやりません。はい。で、Linux は2行で終わってます。ダブルゲットしてきて、ターを展開すると、バーチャルソーオープンソースっていうディレクトリができるので、これをどっか自分が便利な場所に置いとけば終わりです。はい。それから Mac の場合、ダウンロードしてくると、DMG ファイル、ディスクイメージファイルがダウンロードできます。で、開くと、ここにアプリケーションがあります。これをグイッとアプリケーションフォルダーにドラッグ&ドロップするという割といつもあるインストール方法で終わりです。ただ、これで入れると、ディレクトリ名が Applications Virtual Space Open Source Edition とか、深いところになりますので、コマンドラインからよくこのパスを叩くよっていう人は、オプトのバーチャルソーとか適当なところにシンボリックリンクを貼ったりしてもいいかもしれません。貼らなくてもいいです。それから、Windows の場合は EXE ファイルを実行すると、C ドライブのプログラムファイルズの中に、一旦 OpenLink ソフトウェアという会社名が入ったフォルダーができて、その中に VirtualSource Open Source っていうのが入って、で、スタートメニューにいくつか、アイコンが出てきますけど、どうもこのバージョンはインストールするだけで勝手に起動します。で、止める方法はあるんですけど、上げる方法はよくわからなくて、再起動したらまた上がっているという感じなんです。で、データベース日頃はめったに使わないっていう場合は、ずっとメモリとか CPU をちょっと無駄遣いすることになりかねないので、それ専用のコンピューターを準備するか、自分のパソコンでもういらないと思ったタイミングではアンインストールして消しておくのが吉かもしれません。で、もう一つ、森谷さんに聞いた情報なんですけど、このオープンリンクという会社の、バーチャルソースを作っている会社の別のページに行くと、ソースフォージっていう別のサイトにバイナリーパッケージが上がっていて、Windows 版こっちからダウンロードすると起動停止する、ツールが一緒に入っているバージョンがあるらしいです。一貫性がないところが、ちょっと不安なんですけど、どちらも一応この会社がちゃんと公式に出してるやつなので大丈夫じゃないかなと思います。で、ちょっと Mac の例で説明していくとですね、Mac はもうダウンロードさえできればインストールは一瞬で終わると思うんです。で、コピーすると、ここのメニューのところにバーチャルソーのアイコンができます。これをクリックすると、開いていいですかっていう、最近ちょっとセキュリティうるさいですね。これで開くをします。そうすると、このメニューバーのところに、VOS データベース、っていうのが、これがバーチャルソーオープンソースデータベースの略で一番分かりにくいところが短縮語になってるんですが、これをクリックすると起動します。で、もう一度ここのメニューを選ぶとストップっていうのがあるので、日頃使わないときは停止しておくこともできます。はい。で、あと多分初回にこのデータベースに対してネットワーク経由でスパークルクエリを投げますので、その受信を許可しますかっていうダイアログが出ますけど、そこで Yes を選択すべきです。はい。それでですね、もう終わったよっていう方は、ローカルホストの8890番、ここにあるリンクのところを開いてみてください。そうするとこういう画面になります。よろしげ。はい。まあ、見ればわかる点もあるかと思うので進めていきましょうか。はい。まず、この画面のですね、左上のところに、コンダクターっていうリンクがあります。ここをクリックすると管理画面に行きます。で、こんな感じになるんですけど、ここにメニュー並んでるんですけど、ログインしないと使えなくなってます。で、ドキュメントに書いてある通り、初期ユーザー名と初期パスワードは DBA になってます。ある意味これ、皆さんが知ってる事実なので、自分が公開するときにこのままにしておくと、僕らにやられるというか、気をつけてください。まあ本当は変更すべきです。で、DBA でログインしてあげると、すごく複雑なメニューが増えます。で、これはもともとですね、バーチャーソが RDB としての機能もあるデータベースに RDF のトリプルストアとしての機能を拡張したみたいな立て付けになっているからじゃないかと思ってるんですけど、ここにリンクドデータっていうタブがあって、ここがスパークルエンドポイントに関係する設定のタブになります。はい。で、空っぽのデータベースでは何もできないので、まずこのデータベースに何かデータを入れてみなきゃいけないと思うんですけど、そのためには、ここの右端ですね、クアッドストアアップロードっていうところをクリックして、で、お手元の、RDF のファイルをここで選択し、で、ここに、グラフ名、グラフの名前は、やっぱりこれも URI でつけることになっていますので、URI を自分の分かりやすい名前でつけて、で、アップロードすると、そのファイルがサーバーの中に入るという仕組みです。これ、後ほどお試しいただけるかな。そうですね。後にしましょう。はい。で、ファイルごととか、例えば、タンパク質のデータベースとか、薬のデータベースとか、それぞれごとにグラフを分けておくことによって、あ、データベースの更新があったから、薬のデータベースだけちょっと一回消して、もう一回新しいバージョン入れようとか、そういうグラフ単位での管理ができます。それが多分基本的には最小単位になると思いますので、グラフごとに、データセットを、入れたり出したりするつもりで、切り分けておくと、運用上管理が楽になります。はい。で、入ったらですね、ここの左端にスパークルっていうタブがあって、ここにスパークル検索ができるようになってるんですけど、これはログインできた管理ユーザーだけのものです。で、スパークルエンドポイントなので、ログインできない人からも使えないと意味がないので、その場合にはどうするかというと、トップページに戻って、左上にですね、スパークルエンドポイントっていうメニューが実は隠れてたんですね。最初のトップページの画面、これですね。このコンダクターの下にスパークルエンドポイントというのがあって、こちらを開くと、さっき岡部先生が紹介してたような、一般公開される側のスパークルクエリのインターフェースが出てきます。はい。で、今回は、マニアックな部分は省略しますけど、これを、どういう URL で外部に公開するかっていうところは、ウェブ管理の知識を少し必要とします。基本的にはリバースプロキシを使って、ローカルホストの889番をなんとかオルグとかの80番のスラッシュスパークルにマッピングするということをやる必要があります。あともう一つですね、スパークル本の付録の方にも書いてあるんですけど、非常に重要なこととして、クロスドメインの、検索というか、アクセスを有効にしておくべきです。これは、皆さんが公開されるエンドポイントをアクセスして、そこから取得したデータを JavaScript で、画面になんか活用したい、ウェブアプリケーションを作りたいっていう人にとっては死活問題で、これがオフになっているとですね、アクセスできませんって言われます。で、この設定がすごく簡単だったらいいんですけど、すごくややこしいところにあって、なんでこれなのかもわからないぐらいなんですが、ここに書いてある通りです。公開されるときにやってください。基本的に管理画面の、公開ポートを管理しているところのメニューを開き、スラッシュスパークルっていうパス、URL のパスに対してだけ、クロスドメイン有効にすればいいので、ここにアスタリスクの1文字を入れて保存するっていう作業なんですけど、ぜひ、自分のサービスを公開されるときは忘れないようにお願いできればと思います。それからもう一つ、サービスクというのが、さっき岡部さん話しましたっけちらっとスパークルの中から別のスパークルエンドポイントを呼ぶための機能なんですけど、自分が公開するサービスでそれをやらせるかどうかっていうところもデフォルトで無効になってます。まあ、あんまり効率がいい検索ではないんですけど、まあ、これも有効にしておいてあげる方がユーザーにとってはフレンドリーなんじゃないかなと思います。はい。で、これの設定方法もなんでこれなのかちょっともわからなくて、スパークルスポンジっていう名前のところの、スパークルっていうユーザーグループをこの右側に移して保存すればできるらしいんですけど、なんでこんなことになってるのかということですよね。はい。まあ、管理に関しては以上です。で、実際これを使ってもらうのも次のセクションに移ってからになりますので、動いた状態で待っておいてください。で、もう一つですね、今見ていただいたスパークルエンドポイントの画面をそのまま公開するので結構いいんですけど、実際 DBpedia とかそうなってましたよね。だけど、毎回同じクエリが来ても、検索してしまうわけです。なので、一回ちょっとややこしいクエリ、例えば結果が出るのに20秒かかるようなクエリがあって、2回目はこれ保存しといたら一瞬で返せますよねみたいなことがあると思うんですけど、そういうキャッシュサーバーだとか、それから大量にこう DOS アタックのように時間のかかりそうなクエリを何万回も送ってくるようなユーザーがいたときに、一度に実行するのは10個ずつにして終わったら次に回すみたいなジョブキューイングの機能だとか、それからデータベースの中身を書き換えようとする、クエリを排除するだとか、まあ、そういう機能を持ったスパークルプロキシーっていうのを DBC レスの方で開発していて、非常に便利だと思いますので、ぜひ、バーチャル層、自分のマシン、サーバーがあって、その上にバーチャル層を動かします。で、一番上に外からアクセスする HTTP、ウェブサーバーがあると思うんですけど、その間にスパークルプロキシーを挟むことによって安全かつ早くできますので、実際、実運用の際にはぜひご検討いただければと思います。はい。で、さっき Web の画面で、RDF のファイルをアップロードしたら使えるようになりますよという話をしましたけど、実際データベースのファイルってすごく大きかったり、たくさんに分かれてたりするんじゃないかと思うんですね。で、その場合は Web ページで 100個ファイルがあれば100回クリックするのかとか、500メガとか何ギガとかあるようなファイルをずっとこうアップロードするのを待ってるのかっていうことになります。で、ちょっとそれは脆弱でですね、なかなかパソコンレベルでやったり、ウェブ経由でやったりするのは向いてないので、コマンドラインインターフェースからロードする方法っていうのも提供されています。で、それを使いやすくするためのシェルスクリプトを作っていますっていう話で、実際はバージョン素についてくる ISQL っていうコマンドを使って、そこにいろいろこうおまじないを書けばファイルが入っていくんですけど、覚えられないぐらい複雑なオプションなので、例えば、バーチャル層、ロードディレクトリー、このファイルみたいな感じで書くだけでロードできるように工夫したものが、ここの、GitHub のレポジトリに置いてあります。それで、これを使うと、まあ、サーバーの起動とか停止をコマンドラインからできて、それからデータベースの設定ファイルの確認や編集、それからデータベースを初期化したり、RDF ファイルを大量にあってもロードしたり、それから大量にあるときは実は並行してマルチプロセスでロードする方が効率がいいんですけど、そういう機能とか、それからロードがどこまで進んでいるのか、下手すると何日もかかることもあるんですね。だから500ファイルあるうちの今300ファイル目まで来たみたいな進捗管理をしたり、エラーが出てないか監視したりするようなことが割と簡単にできるようにしてあって、まあこんな感じですね。コマンドラインのオプションにいくつか書くだけでファイルがロードできたりするようになっています。はい。で、どうしようかな。これ全部、本当は手でやってもらおうと思ってたんですけど、時間的には厳しいですね。はい。で、バーチャル層の設定ですね。設定なんですけど、今皆さんがインストールしてクリックした状態だと、初期設定の状態で上がっています。そのままで基本的には使えますけど、あんまり大きなデータを入れたりするのには向いてないです。で、バーチャル層 .ini っていうファイルがあって、そのファイルを書き換えることによって、いろんなパラメータを編集変更できます。例えば、デフォルトでは8890っていうポートで上がっていますけど、1個のサーバーで5個も10個もバーチャルソーを立ち上げたい場合は、ポートをそれぞれ変えていかないと上がらないです。でそういう時に、サーバーのポートを書き換えるとか、それから、どこのディレクトリにある RDF ファイルだったらロードできるかっていうことを許可する、DILS allowed っていうのがあります。でちなみにこれ、全部どこにあっても入れたいよっていう人はスラッシュ一言書いておけば大丈夫ですわざわざ書くとですね、そのディレクトリより上から別のところにあるようなファイル全部入らなくなるんですけどあんまりこうセキュリティを気にしないでローカルで使うっていう時はもうスラッシュにしとくと超便利になります。それからあとは使うメモリ量によってバッファのどれぐらいバーチャルソーのプロセスに渡しますかっていう設定があります。これもデフォルトではものすごくちっちゃいって書いてあって実際小さいので、例えばこの MacBook Air 8ギガ RAM あるんじゃないかなと思うんですけど、そのうち2ギガぐらいは使ってもらっていいよっていう場合は2ギガのところをコメントにするアウトし、コメントアウトをコメントアウトを外します。で、サーバーでは、32ギガとか16ギガとかいろいろ設定があるんですけど、実用上16ぐらい与えておけば割と大丈夫なんじゃないかと思いますし、もうちょっとちっちゃくても普通は大丈夫なはずです。例えば我々が運用しているユニプロットとかゲノムのデータが入っている統合ゲノムのデータベースは16ギガで運用してますけど、一応大丈夫そうです。あと、何行、実際はですね、バーチャルソーの中が SQL で動いているので、それで何行ぐらい一度につかませるかみたいなところもすごくちっちゃめになっているので増やしたり、それからスパークルを実行する前にバーチャルソーがこれはどれぐらい時間かかりそうかっていう問題の複雑さをエスティメートするんですけど、結構おバカさんなので、すぐ終わるはずなのに、あ、これは5分ぐらいかかりそうだからやめますとかいうことがあります。その時に、大抵、バーチャルソーが間違えるので、もう無効にしちゃってもいいかなと思います。実際、商用版のバーチャルソーでは無効になっています。そうですね。あとは、外から来たクエリがものすごく時間がかかるものだった時に60秒経ったやつは捨てるとかいう設定もここにあります。はい。大体こんなところが設定に関するところで、これは資料として、ぜひ、運用時にお使いください。では、実習資料2の方に移動します。はい、ちょっと今日のおさらいをまずしていこうかなと思うんですけど、まず皆さん今から RDF 化をしたい元データがある人が多いと期待してますが、データがありますよね。で、それを RDF に変換する時のノウハウや、その時にオントロジーや URI に気をつけましょうっていう話を今日川島さんがしてくださったと思います。それから、データにもともとカラム A には何が入ってるのかとか、あんま書いてないことが多いんですけど、そういうセマンティクスをちゃんとつけることによって、外の人も利用しやすいデータになりますよということです。それからデータとデータがつながるように URI を使ってリンクするっていうことも大事です。で、そういうことを意識しながら RDF を元データから変換するプログラムっていうのはあんまり汎用的なものはないので作っていただくことになるかと思うんですけど、ただ多くの場合は元データは表形式だったり RDB に入っていると思います。XML とか JSON の場合がちょっと現状まだややこしいかなと思うんですけど、で表形式のデータの場合は統合 DB っていうサービスを我々が提供していて、それを使うと割と簡単に RDF 化することができます。それから RDB にもともと入っているデータは D2RQ マッパーというサービスを提供していますが、それを使うことによって、対応関係を書いてあげれば RDF 化することもできます。ぜひお試しください。ちなみにこのページのここのセクションに書いてあるこういうグレーの囲みに入っているソフトは全部 DBCL 近製のものでございます。で、トリプルストアにそのできた RDF をロードして公開するっていう話は今ちょっと前半でやったバーチャルソーみたいなものを使ってもらうんですけど、そこでデータベースの管理をする必要があります。で、アクセスが増えてくると何台か上げといてロードバランスをするとか、先ほどちょっと紹介したスパークルプロキシみたいなものを導入してパフォーマンスとかセキュリティの改善を図っていく必要があるかと思います。で、そこまで来た後に今度ようやくスパークルを利用したアプリケーションとか、運用に回っていくんですけど、今回紹介しようと思っているのが、スパークル検索を簡単に呼び出せるようにするスパークリストっていう API 化するためのもの、それからスパークルの結果をウェブページ上で可視化するための JavaScript のライブラリとか、我々の開発しているスタンザと呼んでいる可視化モジュールなどが利用することができます。それから、最終的にそういうものを組み合わせて複雑な検索をして、このデータはこのデータはここという感じでウェブページを作ったりレポートを作ったりしていくと思うんですけど、そういうアプリケーション開発について少し紹介して終わりにしようと思ってますが、将来的にはスパークルのメリットを生かすという意味では、トリプルストアの中にいろんなドメインのデータが入っていて、それらを横断的に利用しながら欲しいデータの組み合わせを取り出してきて解析して新しい知識発見をするとかいうことが望まれているんじゃないかと思っていて、例えばスパークルの検索結果ってデータフレームになるんですね。この変数とこの変数とこの変数とこの変数の値は何ですかっていうのが表になって返ってくるだけなので、それをそのまま R とか Python とかで解析できます。で、そういう意味で機械学習とかにすごく向いてるフレームワークになり得るなと思っています。はい。で、先ほどの岡別府さんのラグビーのファイルを使おうと思ってるんですけど、どっかでもうダウンロードしてもらってるんですかね。これはしてない。一応ここをクリックしたら取れるようにはしておきました。ですね。プレビューできませんけど、ダウンロードを押すと、この、プレイヤーリスト .turtle っていうファイルが、お手元のパソコンに入ると思います。で、それをようやくですね、さっき紹介したバーチョーソの、どうなってんだ？バーチョーソの、RDF をアップロードする画面。こうですね。ここを開いて、ファイルを選択。で、アップロードしてみてください。で、ここのグラフ名はさっきの岡別府さんの講習資料に使われてたものと一緒にしておくと同じクエリをコピペして使えるので多分よくて、 http の example.com/rwc、多分この資料の少し下に書いてあると思いますが、これですね。これです。で、さっき紹介した virtuoso.shell っていうコマンドラインからシェルスクリプトでデータをロードするツールでもインストールできるはずで、で、その場合はこうなるんですが、まあ今日は皆さんこれを入れてシェルをこちょこちょやるのも大変だと思うので、このグラフの名前を使って、さっきダウンロードしたこのプレイヤーリストタートルっていうファイルをここにアップロードしてみてください。僕もやってみようかな。どこ行った？これか。これを選んで、ダウンロードします。で、ここにダウンロードされました。で、これは戻って、そして何をすればいいかというと、この画面に来て、で、コンダクターを開き、みんな知ってるパスワード DBA でログインします。それで、リンクドデータというタブに行って、ここですね、クワッドストアアップロード。トリプルストアなのにクワッドなんですね。このクワッドの説明今日ありましたっけ？SPO、主語、述語、目的語でトリプルなんですけど、それをグラフ単位で束ねるので、グラフっていう G っていう項目がその上にあって、まあそういう意味で、グラフの SPO でクワッドです。はい。で、このクワッドストアアップロードのところのファイルを選択で、ひどいことになってますね。ダウンロードの、今ダウンロードしたこれ。プレイヤーリスト .turtle っていうファイルを選んで、で、もう一個大事なのが、ここに分かりやすいグラフ名をつけることなんですけど、ここは別府さんが使っていた example. しかも com rwc スラッシュなしでしたよね。ここの最後のスラッシュがあるかどうかでも違ってくるので、グラフ名をどうつけるかっていうところに、なんか一貫した URI のデザインをしなければいけないところはちょっと RDF のめんどくさいところではありますよね。んで、クリックして、もう終わったんですかね。まあ、ちっちゃいから終わったんですかね。一瞬でしたね。はい。で、とりあえず使えるかどうかここで試してみます。グラフ、エグザンプルコムの RWC の中に入っている SPO を10個ぐらい、あ、取れますね。はい、なんかそれっぽい、カベプス先生が作ったっぽいデータがあります。なので、無事ロードできていると思います。皆さんもぜひ、せっかくバーチャルソースをインストールしたので、ここまではやってみてください。はい。じゃあ、データの管理について、もうちょっとなんでしょう、実データでやる場合に、どうやるかっていう話をちょっと紹介しているのがここのセクションです。で、コマンドラインに慣れてる人とかサーバーのバーチャルソースを使わなければいけない人は今の画面でちょこちょこやるの大変だと思うので、やっぱり1ファイルでもこういうふうにツールを使った方が良かったり、それから何百個もファイルが入っているようなディレクトリにあるやつをあるグラフに全部入れるとかいうときは、ロードディルっていうコマンドを使って、拡張子が RDF のファイルを全部入れるということができます。で、ロード中の進捗管理をウォッチっていう機能をつけていて、今終わったファイル数がこれで、今ロード中のファイル数がこれで、あと56ファイル残ってて、それが終わったら全部入りますよみたいなことが見れて、あとロード中のファイルのファイル名とか、完了したファイル名とか、余っているファイル名とかが見れて、あと、時々手作りの RDF にありがちなのがやっぱり構文のエラーとかなんですけど、それはロードは何事もなかったかのように終わって見えるんですね。でもエラーができたところまでしか入ってないことが多いので、エラーログを確認するためのサブコマンドが作ってあります。ほんで、大量にロードするときは1ファイル1プロセスで入っていくので、プロセスを増やせば、8並列とか10並列とかでロードすることができます。で、このアッドローダーっていうコマンドを、実行すると、バックグラウンドプロセスがたくさん立ち上がっていって、で、さっきの例、ここローディング2になってたやつは2つのプロセスを使いながらロードしているというイメージです。はい。それから、失敗したってことが、最初のうちはよくあると思います。なので削除方法を知っておかないと、どうやってバーチャルソース全部消してもう一回入れ直すかみたいなことになっちゃいますよね。で、基本的にはグラフ単位でデータを消すだけでよければ、バーチャルソースのスクリプトにドロップっていう機能をつけてます。で、ここにグラフ名を指定すると、そのグラフに入っているデータを全部消して、で、そのグラフをなかったことにして、ロードしたログを消してくれるっていうことになってます。で、これ実際何をやってるかに興味がある人がもしいればですね、いないですかね。これ見た方が早いんです。多分、これを手でやればいいっていう話なんですけど、例えば、グラフを消すドロップの機能こんなになってて、で、まず、クリアグラフっていうのを実行します。で、その後に、中身がなくなっていることを確認して、で、ロードしましたよ、リストの中からこれを消しておかないと、2度目のロードができないというようなことがあって、そういうノウハウが詰まったシェルスクリプトです。例えば、他に、あと何ファイル残ってますかっていうウォッチっていうのをさっきやってましたけど、これ0、1、2とかで普通は返ってくるんですけど、0の時はまだ入ってないファイルですよとか、そういう、ノウハウがあったりとかですね。それから、あるディレクトリに入っているファイルを全部あるグラフに入れるっていうのは LD-DIL-ALL っていうのを使うんですけど、ここでなんかグラフ名とファイル名とファイル名の拡張子、ディレクトリとか拡張子みたいなやつをこれに渡すみたいなことなどなどを覚えておくのが大変なので、このような形の準備をしているということになります。はい。まあ、必須ではなくてですね、ここに書いてあるようなことを ISQL 上で手でやっていただいてももちろん構いません。はい。それから、全部のデータを消したい場合。で、実は今朝までこれ、バーチャルソースシェルクリアっていう名前にしてたんですけど、ちょっとカジュアルすぎるなと思って、イニットにするかデリートにするか悩んでデリートにすることにしました。で、これをするとですね、今までロードした全データが消えます。ただ、設定ファイルだけ残ります。で、もう一回立ち上げて全データを入れ直すところからやってください。これは丸ごとデータを何ヶ月ごとにリリースして RDF を全部作り直しているような時には便利かなと思います。はい。データが消えるも何も皆さん自分の各自自己責任ということでよろしくお願いします。はい。で、あとできたらグラフ名の一覧を取るとか、それからそのグラフに対してスパークル検索をかけるとかいう機能も一応コマンドラインでできますけど、まあウェブでもできるしコマンドラインでもできるということですね。ちなみにこのグラフ名の一覧を普通に大量にデータが入っているトリプルストアにスパークルでかけると下手すると5分とかかかるんですけど、直接 ISQL のコマンドを叩けば一瞬で返ってくるっていうのを一昨日見つけました。すごく早くなりました。さあ、可視化していきましょう。これ私が作ってた D3 スパークルっていう JavaScript なんですけど、いくつか見ますかね。例えば、もともと RDF のデータってグラフなので、グラフを可視化したいなと思って、で、グラフを取ってくるようなスパークルを書きます。これは何ですかね。プログラミング言語間の影響の関係性を DBpedia から取ってくるスパークルなんですけど、動くかいな。あ、動きますね。なんかこんな感じで、この言語とこの言語関係ありますよっていう影響を受けた言語間のリンクが取れたりします。で、こういうグラフ構造を持ってるデータが取れるスパークルをここに書いたら、別のデータでも試せます。それから、例えば、日本地図上になんか、マップしたいなっていう時に、例えばこれは人口密度かなんかを、色でマップしたりする例ですけど、こういうことができたり、それからよくあるのは、どれがいいかな？サンバーストとかかな。なんかツリー上のデータを掘りながら見ていきたいと。これはクマムシなんですけど、クマムシの中にいろんなクマムシがいるので、クリックしていくとサブスピーシーズがこうだんだん字の重なりが消えて見えるようになっていくような可視化の例だとか、それからトリーマップとかでもいいですかね。なんか面積がそのカテゴリーにどれぐらいのデータがあるかを表現するトリーマップっていう表現形式。これもズーム型のやつもあって、例えばこれ酵素番号とその酵素番号を持っているタンパク質の数みたいなものが出てるクエリだったと思いますけど、1.14.14 で始まる酵素番号の中にはさらにやっぱこれが多くてっていうようなことが可視化できるような、こういうちょっと使いたくなるような可視化をいくつか取りまとめているのがこのライブラリーです。で、これを使って、まず、そうですね。で、普通にこう絵も美しいので先に見せましたけど、スパークルの結果を HTML の表にするっていうことも、当然こうできるんですが、ここのスパークルクエリとここのスパークルエンドポイントを書き換えることで、さっきロードしたラグビーのデータも表にできるわけです。で、自分のパソコンに入れてない人は、こっちの岡別府先生が立ち上げてくれてるスパークルエンドポイント。自分のパソコンに入っている人は、どっちでもいいんですけど、こちらも使えるはずですので、こちらを試してみます。で、ここのエンドポイントの URL を、これですね、自分のパソコンです。で、それからここのクエリを、これですね、身長体重取ってくるだけなんですけど、実行すると、さっき実習で、岡別府さんの授業で見ていただいたような同じ結果が、こういう形で出てくると。で、他に、これ可視化じゃないよねということで、バーチャート、例えば身長を棒グラフにしてみましょうっていう例をちょっと、これもそんな難しくないですが、まずここでバーチャートを選んで、で、ここのエンドポイントを、これに変更します。よいしょ。で、スパークルクエリーで選手の名前と身長だけを取ってくるものを書いて、で、実行すると、身長205センチの人からこうずっと、こういう分布をしてますよっていうような絵が描けます。で、この下にちょっと泣き言が書いてありますけど、実はこのサンプルは変数名が決め打ちになっていて、もともとどうだったかというとですね、あんまり面白くないクエリなんですが、出るかな？そうですね。日本の県とその広さを、載せるクエリにしてあって、ここのエリアとかプリフェクチャーが決め打ちで書き換えられなかったので、後で何とかしようと思ってますが、そういう時にも、まあ基本的になんでこうなってるかっていうと、この D3 スパークルライブラリーは自分のウェブページにライブラリーを読み込んで、そこら辺のカスタマイズは全部 JavaScript でやる人用だからです。で、ただめんどくさいのはめんどくさいんですよね。これぐらいは書かないと、その対応が設定できないし、スパークルを渡す部分もちょっといろいろ工夫しないといけない。ので、まあ逆に D3 でいろんな描画を工夫したいっていう人はこっちの方がカスタマイズできるので便利っていうこともあるんですけど、ちょっとスパークルの検索結果をパッとグラフにしたいだけなんだよっていう人は、もうちょっと楽な方法がないかなと思って、汎用化したのがメタスタンザーっていう今から紹介するものになります。で、まず今のスパークルですね。これのローカルホストに戻りたい。このスパークルエンドポイントに、これか。これを入れて実行してあげると、さっきと同じように名前と、身長がちょっと変数名が違う形で出てますけど、ここにすごく長い URL がありますよね。これがスパークルを Web API から呼び出すための、URL になるんですけど、これをプログラムの中に埋め込むのは長すぎてあんまり嬉しくないかなと。で、それを短くしたり、変数だけ変えて使い回せるようにしようっていうイメージのものが、このスパークリストっていうやつになります。で、ちょっとさっきのと全く同じ身長のリストを取ってくる API をここに作ってあって、よいしょ。これ、そうですね。で、これを実行すると、この形で名前と身長の表が返ってくるんですけど、これを呼び出すためには、さっきの長い URL じゃなくて、これを呼ぶだけでいいっていうところがポイントになります。長さの違いを見るためには、どこ行ったどっか貼った。そうですね。もともとだから、これぐらい長く書いて呼び出すことはできるんですけど、これを自分のプログラムとかアプリケーションの中にあって、で、例えばこれがもし身長何センチ以上の人だけとかいうパラメータがついてるやつだったらどこ書き換えればいいのかみたいなことがややこしくなってきますけど、ここに身長いくつ以上っていうパラメータをちょっとつけるだけで使えるようにしてあげるっていうのはいい使い方ですよね。やってみましょうか。なんか、どこにあるんだ？まずスパークリストを開かなければいけない。これで、これが今返ってくるんですけど、これのスパークルをちょこっと書き換えればいいんですよね、きっと。パラメータ。で、ミンヘイト。はい。エグザンプル180とか。して、で、これを、フィルターがない。いらんものをし、フィルターこんなんで動くはずですよね、きっとね。ちょっと動いてから。ミスター。パラメーターでしたっけ？違う。焦るとろくなことないですね。引数を取る。あ、そういうことか。ここにクォートが必要なんですね。字がちっちゃいですよね。最低の身長を受け取れるパラメータを追加したつもりです。で、ここに180って書けば、URL がちょこっと伸びて、で、これで、180センチより背が高い人しか返ってこなくなりますし、よいしょ。それから、200でもいいですよね。こういう API が簡単に作れるのは結構便利じゃないかと思うんです。で、これを使って、さっきの可視化をするというところに戻ってきますが、そうですね。まずメタスタンザというものを見てもらいますが、さっきの D3 スパークルのページで見てたのと同じような、可視化ですね。こういう棒グラフもできますし、こういうデンドログラムを書いたりすることもできて、この中で使いたい可視化を1個選びます。今回はさっきのバーチャートを再現したいので、このバーチャートにしますけど、そうすると、ここのと、そうですね、これ、このバーチャートの URL をコピーして、で、ここのリンクタグっていう HTML のタグの中に、そのバーチャートがあるURL を書きます。それから、今度は HTML のボディの方に、この棒グラフを埋め込みたいところに、統合スタンザバーチャートっていうので囲んだ、Web コンポーネンツへのタグを埋め込みます。で、ここのスパークル API のところに、さっき作った、この URL ですね。API の URL を埋め込めば、そこからデータを取ってくれるようになります。なので、ここが短くて済んでいますよっていうことをさっき一生懸命説明していました。これをやらなかったら、この長いやつをここに埋め込むことになります。で、あとは、どの変数が X 軸で、どの変数が Y 軸でっていうようなことを指定して、パラメータをいくつか指定するだけ、基本的にこの1行入れるだけで、ウェブページの中にこの棒グラフがどこでも埋め込めますよっていうことで、で、埋め込んだ例がこちらになりますってやつをやらなきゃいけなくて、そうですね。そうか。書き換えたから。引数がいるんですね。私がバカでした。こうか。こんな感じで、ラグビー選手の名前と身長のグラフがウェブページの中に埋め込めています。どこでもいいです。たまたま今ここのページに出してますけど、どんなページでもこの2行を書き込むことで埋め込めますっていうものがメタスタンザです。他の例としてはですね、例えば身長だけ今棒グラフにしましたけど、スキャッタープロットで身長体重を見たらどうなるかとか、こんな感じですね。やっぱ体重と身長を相関している面もあるのかもしれませんけど、こういういろんな可視化がいろんなページに簡単に埋め込めると。で、それを可視化したいスパークルを API 化しておけばそういうことができますよっていう例をここではご紹介しました。で、本当はこういうものを使ってアプリケーション開発するところまで全部書き切りたかったんですけど、ちょっと力つけたので、残りの時間何分あるんですか？ほとんどないんですけど、統合ゲノムっていうデータベースを作ってきたので、その話をして終わりにしたいと思います。ダウンロード。これは Web ページじゃなくて別のところで開けないんですか？画面が狭いとなかなかつらい。ダウンロードの表示スライドショーフルスクリーン。はい。今のスパークルでゲノムデータを集めて、ゲノムのデータベースを作るっていうのをやってきたプロジェクトが統合スタンザっていうものになります。で、川島さんからゲノム座標系のオントロジーとしてファルドっていうのがあるっていう朝お話があったと思うんですけど、ゲノムのどこからどこに遺伝子やエクソンが載ってて、どこら辺を制御領域でみたいなことをアノテーションして全部集めていくというようなことをやっていて、で、このファルトを使っています。で、こういう RDF を全遺伝子分、全アノテーション分作って入れてますっていうことを言っていて、で、ただ、ゲノム情報だけだったらいろんなデータベースがすでにありますので、ちょっと特徴としてその生物がどんな生物かとか、どんな環境に生きてるかとか、そういう情報も統合しました。で、なので生物種階層、それから表現系、生息環境とか培地とか病原性のデータなんかを統合的に扱えるようにするっていうことを目指して開発したものになります。で、統合ゲノムのページも見せながらの方がいいですかね。なんか、ファセット検索っていうのができるようになっていて、で、これはデータを統合したからいろんな切り口を組み合わせてみたくなるわけです。で、遺伝子がこういう機能、まず生物種選んだ方がいいですかね。こういう生物種群の中で、こういう環境に住んでいて、で、こういう機能を持った遺伝子のリストだけに絞り込みたいっていうのは、今までだったら全部データベースが違ったので、組み合わせることがすごく難しかったんですけど、それを、RDF でデータが統合できたから、まとめて検索できますよねっていうことができるようになってます。例えば、淡水に住んでいるものと海水に住んでいるもので卵巣の環境と遺伝子関連の遺伝子の組成が違うのかどうかとかいうことを検索しようと思うと、今までだったらまず卵巣でゲノムが決まっているものを全部調べてきて、でその生息環境を別のデータベースで調べて、でその卵巣が持っている遺伝子セットを持ってきて、で遺伝子機能アノテーションも集計してっていうのをなんかプログラムを書くなりなんかしなければいけなかったかと思うんですけど、こっちでは海に住んでるやつ、こっちでは淡水に住んでるやつで、遺伝子の機能と卵巣を選んで、それから環境を選んでっていうところを変えてあげるだけで、取れてくる遺伝子セットが変わってくるというようなことができてます。で、あとはちょっと飛ばしますけど、で、1個遺伝子や環境を、じゃあこれを見たいなと思った時に、なんかいろんなレポートが出るようになってるんですけど、ここら辺の全てのモジュール1個ずつ、こういう1個ずつが全部裏にスパークルをかけてます。で、動的にレンダリングして、この結果を表示してます。これは多分、ウェブブラウザーを見た方が面白いので、いますけど、なんか面白い電車なんですかね、これ。よいしょ。これなんかの霊長類の1個目の遺伝子です、たまたまね。ほとんどデータがないですね。なんかちょっと面白いやつがいいな。なんかアノテーションがいろいろついてるやつ。ないか。で、ここに生物種名があったり、タクソノミ番号があったり、生物階層があったり、あと今までどういう論文が何年頃出てるかとか、ゲノムブラウザがあったりとか、タンパク質になった時のモチーフの、場所と機能とか、そういうものがいろいろ載ってますけど、このページをですね、コンソールというかネットワークを見ながらリロードすると、ドバーッと、この下のところにスパークルが何回も何回も流れてるのが見えますでしょうか。だから、ここの1個の情報を表示するのに1個スパークルを投げてるんです。これをページにある何十個かのモジュールが同時にスパークルエンドポイントに検索して、でも、これぐらいのスピードで表示できる程度には動いているというパフォーマンスがあります。そういうパフォーマンステストの目的もあってこのデータベースを作っていて、で、一個一個の可視化モジュールはさっき使ってたメタスタンザに近いスタンザっていうものを使っているので、ここだけ自分のデータベースに借りてきたいよっていう人は2行書けば持っていくことができるというような感じになっています。よいしょ。で、そのスタンザの作り方をですね、紹介するところまでやりたかったんですけど、一応再利用できますよっていうところと、それから他のデータベースとそういう作り分けたスタンザを交互に貸し合ってますよっていうようなところまで紹介して、今回は時間なので終わっていいですかね。はい。んで、ちょっと次回、実はですね、本当はやりたかったんですね。スタンズの作り方をやって、皆さんに今で入れてもらったデータから自分のスタンズを作って、じゃあこれで帰ったら自分のデータベースはこういうふうにウェブに載せられるよねっていうところまでやりたかったんですけど、ちょっと力尽きてしまい申し訳ないですが、実際スタンザの開発キット自体が今まだ開発中というか、な面がありますので、多分もう少し、なんて言えばいいですかね、ストリームラインドっていう感じなんですけど、使いやすくなったらドキュメント化して、今回の講習会資料の続きに載せるなり、別の機会で発表するなりさせてもらいたいと思っています。これ、あとなんか面白いのかな。まあ、あと質問の時間にさせてもらいます。ありがとうございます。